はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。プロローグいつまで続くんだ、これ誰なんか見て、これドットハックじゃん。まあ、ドットハックもやってないですけど、とうとう追い詰めたぜ、トライエッジ。お前が全てを奪った、今度は俺が奪う番だ。お前を倒して俺はあいつを。宝箱みたいなのが右にある。トライエッジ、ちょっと待って、人違いだよ。喋れねえのかと思ってたぜ、トライエッジ。お前さえ倒せば全てが元通りになる。俺はそのために戦ってきたんだ、そのために。だから待って、いきなりやってきて。君こそ何者なんだ。俺はハセオ。お前を殺す死の恐怖忘れるな。落ち着いてよハセオ。僕はカイト。トライエッジなんて聞いたこともないよ。カイトだと？何これ、煽るならもっとそれらしいやつにしな。バージョンがなんだ、またこれね、こういう名詞が難しい。リビジョン1の頃、第2次ネットワーククライシスの頃の PC だ。7年も前の話を持ち出して適当に吹かすんじゃねえ。7年前、どういうこと。君は未来から来たとでも言うのかい。何、第2次ネットワーククライシス、プルートアゲインはつい最近のことだよ。そこに僕も仲間たちと一緒にいた。なんだと、てめえからかってるのか。過去の世界だとデータが古く感じるのはまさか。本当ならその容姿、ドットハッカーズの総演のカイト。7年後の未来だって、まさかまたこの世界は別の時間軸と。ややこしいな、また出てきた。浮いてねえこいつ。なんだ、なんだ、僕と同じ PC ボディ。トライエッジが2人。おい、こいつはどうなってやがる。この PC がトライエッジ、まさかチート PC なのか。チートって言うんだ。普通にそんな生っちょろいもんじゃねえこいつは。明らかなイリーガル仕様の PC、 確かに僕の PC と似てる。アウラに聞いてみた方がいいかもしれない。ハセオ、戦おう。僕もこの PC の正体を知りたい。なんでいきなり戦う話になってんだ。ち、あんたが総援のカイトだとしたら、とんだ英雄様と組むことになるな。俺は本当に過去にタイムスリップしたっていうのかよ。悪い冗談だぜ。ついこの前にもそういうことはあったんだ。後で説明するよ、ハセオ。てか、ハセオって名前かっこ悪くないか。分かってよ、カイト。しゃあねえな。にわかには信じられねえけど、ここはリビジョン1だってことか。待たせたな、トライエッジ。こっちのゴタゴタは片付いた。あとはてめえを片付けるだけだ。戦闘心丸出しだな。ハセオ、足元はバグデータだらけだ。転ばないでよ。へ、邪魔なもんは全部ぶっ壊しゃいいんだよ。そんで宝箱ならいただきだ。ちゃっかりしてるな。うるせえよ。ここがあんたのホームってなら、先導は任せたぜ、総演のカイトさんよ。わかった、行こうハセオ。どういうこと、バグだらけとか、どういう世界なんだ。マップ上には破壊可能なものが置かれていることが、隣接して Y で壊すことができます。同じようにマップ上に置かれている宝箱からはアイテムを入手することができます。敵の必殺技、ボスクラスの敵はエネミーポイントを消費して必殺技や、複数技で攻撃をしてくることがあります。これらの攻撃を受けると一気に不利な状況に陥る恐れがあるので、敵の EP の量には気をつけましょう。はいはいはい。とりあえず宝箱見た感じ2つありますよね、橋の上とこのところ。で、樽とかも倒せんのかな。宝箱はちょっと欲しいよな。これ多分戻れないでしょ、通れなかったら。お、なんか来た。敵じゃん、どう考えても。敵？見たことがないタイプだ。バグモンスター？こいつらのデータ形式、俺のいたリジビョン2のデータか。なんだって、これは未来のデータ？く、どんどん送り込んできてんのか。お、なんか出てきた。すげえ一般人っぽい。逃げんなチェスのクマ野郎。バーシロン、ここどこだよ。すげえ一般人だぞこいつ。何言ってんだゼファ。ここはスクエアガーデンの、どこだ。
見覚えのあるような気もする。何キャラだっす、全然わからん。なんだあの格好は。こいつらもイリーガル PC なのか。この人たちはハセオ、多分リアルから来た人たちだ。リアルから、もう訳がわかんねえ。ディビジョン1はどうなってんだ。そこにいるのはカイトか。おいおい、ってことはなんだよ、またゲームの世界に来しまったのかよ。そういえばバシュロンさん、バシュロンさんたちは遥か未来の地球から来たって。あの冴えねえおっさんと生意気そうなガキが未来から、冗談じゃねえ。君も多分7年後の未来から来てるんだからね、ハセオ。失礼なギザギザ小僧だ、お兄さんと呼べ。そこのトゲトゲ、喧嘩売ってんの？俺は構わないけど。は、上等じゃねえかよ。よしなよハセオ、ゼファーどうしてここに。バーゼルに変な連中が出始めたのさ。そいつらの討伐依頼が俺たち PMF に来たってわけ。おかしいな、そいつらを追っかけてきたのになんでまたゲームの世界に来てんだ。じゃあリアルにそのデータの塊が現れたってことか。デジタルの未来とリアルの未来とがつながってるのかよ。トライエッジに集中してってのに。すげえ一般人みたいな人戦えんのか。じゃあこれはなんだ、なんだこの鱗野郎は。ハセオ、このモンスターもディビジョン2から？いや、見たことねえやつだ。こいつもリアルから入り込んできたのか？いや、バーゼルのモンスターでもないね。おい、リーンベル、お前知って。って、バシロン、リーンベルいないぜ。何？ついさっきまで後ろにいたぞ。まさか、こんな場所ではぐれたか？リンベルじゃん。おお、ジンベルちゃん待っていたよ。さあ早くこっちへ来たまえ。なんです。女は化粧で化けるというが、王城なる大地とはまさにこのこと。わざとやってんだろバシロン。リンベルに聞かれたらまた飯抜きだぜ。バカだなお前。いい女が急に現れたら勢いでだろ。まったく変わらないですねバシロンさん。ゼファーも。あ、姉ちゃんなんで俺たちのこと知ってるんだ。さすが俺様、覚えはないが覚えられてはいる。私ですよ、アリサ・イリーニチナ・アミエーラ。3年前に一緒に戦ったゴッドイーターのアリサか。こいつ3年前、何言ってんだよ。ついこの前の話だろ。それにアリサはもっとガキだったぜ。これはアリサちゃんのお姉様と見るべきか。我がデートクラブ姉妹で売り出されるな。何言ってるんですか、あれからもう3年経ってるんですよ。あれから3年、もしかしてアリサさんは3年後の未来から。え、どういうことですか。任務中そこの荒髪を追っていたら急に目の前が光って。もう次から次へとキャラが出てくんなこれ。本当だよ。いや、あの人はバシロンさんたちの仲間だよ。誰だね、シミは。俺も知らねえ。え、二人とも何ふざけてるの。確かに少し遅くなったけど、お化粧が崩れちゃったからちょっと直してただけだよ。ゼファー君と討論を重ねた結果、彼女を新しいリーンベルとして迎え入れることにしたのだよ。しょうがないよな、こればっかりは。な、元リーンベル。はあ、何よそれ、誰の。リーンベルって何。そんなこと急に言われても困ります。あなたどういうつもり、そんな格好してゼファーたちを。あれ、あなたどっかで会ったような。アリサです、3年前一緒に戦ったゴッドイーターのアリサですよ。3年前、嘘はダメですよ。アリサさんと戦ったのはついこの前ですからね。あなた、アリサさんのお姉さんか何かでしょ。はあ、こっちでは3年経ってまして。3年？ 3 年でこんなに。リンベルさん、後で説明します。もう収拾つかなくなってますから。まったくだ、みんな知り合いらしいが、ここはさっさと。てか、この会話のやりとりの間、こいつらじっとしてたのか。何？周りに、なんかいろいろ出てきたけど。
フィールドデータに負荷がかかっている。こいつは触れただけで何が起こるか分からねえな。避けながら行きゃいいさ。特殊そうなやつだけ触ってもいいかもな。了解、注意しつつ敵を殲滅ですね。ブートタウンでこれだけの大騒ぎ、これからどうなるんだろう。まったく、やっぱり飽きねえな、ザ・ワールドはよ。ザ・ワールド、ディオブランドか。絶対それは関係ない。ウェルカムトゥザ・ワールド。トラップ、触れるとダメージ状態異常マイナスのものや、ヒットポイント SP 状態異常が回復するといったプラスの効果のものがあります。状態異常は特定の攻撃でも発生しますと。まあ毒とか気絶とか、反撃を阻止する崩しに敵だけが持つ味方のスキルを使用できなくする封印の4種類。はあはあはあ、敵がワンサかいるな。このさ、だってこれすげえ一般人だよ、見た感じ。大丈夫なの？とりあえず、一体ずつ排除していこう。あいつら結構いけてんじゃない？行くぜ。おお、ガードしてくるか。すげえな、銃とナイフを使いこなしてる。弾あんのかよ。あれ、あっち攻撃したつもりが。あれ、ゴッドイーターどこ行った？あ、ゴッドイーターあれか。始めるよ。なんだ、サポートキャラ的な感じか。これさ、ターゲット、あ、ターゲットチェンジこうね。黙って通してはくれ。ほら。ほら、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 太陽。さすがドットハッカーズのカイト、やるじゃん。お、なんだ、倒したのに毒になった。応戦かどうしようかな。防御反撃 SP50、 SP100 か。反撃しよう。反撃は得意。殺せるときに殺す。対空射撃。敵は沈黙しました。やりましたね。完全に背後を取られたな。XP って結構溜まってるよね。完全防御しよう。無双だし。こいつは応戦しよう。悪い子はお仕置きが必要だな。オラオラオラ。私が援護するから。うわ、なんか変なところで固定しちゃったな。ナイフが当たってない。もう少しあれだな、地上付近で固定した方がいいんだな。そうすると、うわー、倒すと毒になる。こいつどうしようかな。まあまずは雑魚敵を排除しよう。いくぜ、ナイフ&ハンドガン。で、多分上にあったところが回復ポイントだと思うんだよね。で、これは絶対罠だから、これちょっとぶっ壊してみよう。ほら、あ、終わらないんだね、ターンは。この荒紙をなんとかしよう。なんだ、どうしようかな。ヒットポイント1090、意外に減ってんな。行くわね。こいつここに行って壊して、壊して、なんもない。アイテムを取りたいからな。で、後ろは、後ろ取る、こいつでかい。横を取るか。あんまりゲーム感覚で戦うのは良くない。吸収してやるぜ。今がチャンス。ここら辺で固定させて。弱っ。捕食完了。連続回転。
うお、なんで勝手に発動してんだ。まだいけます。気楽なもんだぜ。よし、レベル2。うお、すっげえ減った。これ毒ってどうやって直すの。毒で死ぬとかあんのかな。どうしますか。これ壊して、これも壊して、これを取って、見つけたぜ新種ネクタ。あ、さらにその後こっち戻れんじゃん。アイテム的なものを使おう。なんか毒、え、異常、これか、解毒そうだ。ほい、回復錠も使えんな。1個だけ使うか。 10% っていうのがめっちゃ回復量低いよなこれ。で待機と、こいつはここに行って、あの宝箱が欲しいからな。ちょっとこのまま、これさ、このまま向き変えらんないの。まあいいか。敵は、敵は動いてこないのってことは、おお、こっちの方の壺も壊していこう。あの壺も壊したいから、とりあえずこの宝箱を取ろう。これこれ、ハオマ。大丈夫だ。これターン数かかりすぎるとダメみたいなのあんのかな。ほら、お、こっちにも種が、てか樽なんもねえし。こっちに来て、こいつちょっとあそこの回復ポイントチックなところに触りたい。行こう、回復しろ。 SP か。いけるかな。とりあえず攻撃あるのみ。ここで固定する。ほら、オラオラオラ。ここで立ち止まってはいられない。エネルギー凝縮、ザーン。ヒットポイント削っといたぞ。あといくつ。あー、もうちょっとだな。こいつでとどめさせんな。一般人キャラ。私の本気見せてあげる。これここからさ、必殺技使えんの。あ、使えねえな。なんか攻撃最中だったからか。ここでとどめだ、トライエッジ。消えた。あ、待ちやがれハセオ。ザ・ワールド全体が不安定なんだ。むやみに動かない方がいいよ。くっ、やっぱり彼女に聞いてみるしかないな。このステージが一番分かんなかったな。カイトそっくりのトライエッジに、未来のザ・ワールドから来たハセオ、それに現実の世界からやってきた私たちですか。しかも俺たちにとっては遥か過去の時間だ。まったく、どうしてこうなるのかね。手伝いたいけど、私たちも元の世界にまた戻れるかどうか。変に気を使うなよ。それぞれやることをやればいいさ。それに今のザ・ワールドは安定していないから、リアルの体でいるのは危ないかもしれない。とにかくまずはアリサさんの元の世界に返そう。そんなのできんの。アリサさんが来た時のデータログは残っているので、腕輪の力を使えば大丈夫だと思います。よかった、まだ任務の途中だったので。聡明の腕輪、聡明のカイトが持っていたっていうレアアイテム、マジだったんだな。じゃあデータを転送してアリサさんをログアウトします。じゃあ皆さん、久しぶりに会えて嬉しかったです。またいつか次会うことがあったら、またいい女になっとけよアリサ。ふふ、約束はできませんけど。じゃあログアウト。おお、消えた。俺たちは来たところから帰るぜ。じゃあな、カイト、ハセオ、頑張ってね二人とも。ああ、じゃあな、リアルから来た未来人さんよ。それで帰れんの
やれやれ、一度にいろいろ起こりすぎて疲れちまったぜ。ハセオ、僕たちも行こう。ん？トライエッジの行き先に心当たりでもあるのか？それを知るために行く場所があるんだ。デルタサーバー、隠されし禁断の聖域、グリーマレーブ大聖堂。すべての始まりはあの場所なんだ。何かわかるかもしれないし、最近姿を見せない彼女にも会えるかもしれない。彼女？わかった、行こうぜ。そうだな、すべての始まりはあの場所だ。おお、全然わからん。かなり置いてかれてんな今俺。セーブしよう。セーブは3つだよね。もしあった下まで。まあいいや。何個あるんだ。8個。また微妙な数だな。でまだプロローグだから特に何にもないと。というところで、ちょっとドットハック系の話は分かんないんで、置いてかれた感がありますけれども、じゃあプロローグの第4話、これで終了したいと思います。